こんにちは。いや、1本目がちょっとね、だいぶ盛り上がって、いや、すごかったです。ありがとうございます。すごい野球愛だけできましたから、はい、はい。まあ、早速ちょっと伺いたいことがあるんですが、はい、今年はファイターズでも指導された大谷選手、大活躍の1年でしたが、はい、黒木さんからご覧になって感想いかがですか？はい、数字で言うと僕もうとんでもない数字を出して、いや、もうとんでもないです。あの、すごいってみんな思うと思うんですけど、はい、まあ、彼の能力で1年通したら、まあ、あんな数字出すだろうなっていう想像はついてましたよ。おそらくその僕だけじゃなくて、はい、あのファイターズで一緒にやった仲間たちとかね、はい、スタッフとかは、まあ、大谷選手の能力の高さって知ってるわけですよ、はい、要は体が元気で1年通して投げることも打つこともやったら、とんでもない数字残すっていうのはイメージは多分できてたはずなんですよね。あ、そうなんですね、はい、だからね、ちょっと麻痺してます。確かにとてつもないことされてる。とてつもないんだけど、まあでも、選手だとやるだろうなっていう、なんか落ちるところもあるんですよ。それぐらいやっぱ彼の能力ってすごいですよ。やっぱご本人で、まあ、から関わりのある方からすると、もう近くで見た大谷選手のすごさ、これがあるからもう納得いくんですね、この数字も。納得はできますね。もう能力がね、もう圧倒的なんですよ。だから例えば彼が 50% ぐらいでひょいって投げてひょいって打ったとしても、はい、普通の選手だともう太刀打ちできないぐらいの能力を持ってるんですけど。そんなにですか？そうです、はい、ただ彼が本気を出した時にはどうなるかなっていう、まあ、恐ろしさもあるぐらいの選手なんですよ。初めこう黒木さんが見られた時って、はい、ピッチャーとしてうわすごいなと思ったのか、打者としてすごいなと思ったのか、どちらから入られました？どっちもですね。あ、はい、ただあのバッターの方が多分早く、はい、試合に 出始めるだろうなっていうのが始まりなんですよ。もう高校卒業して1年目の時からでもとんでもない打球打ったりとかしてたので、はい、でピッチャーの方はやっぱボールをちゃんと投げて準備をして、はい、時間を経てちゃんと、まあ、2年3年っていうところで、考えていきましょうっていうところから始まってはいるんですけど、はい、ただはるかに成長早かったですね、思ってた以上に。いや、大谷選手ってルーキーの時8番ライトで出場されてたじゃないですか、いや、投手コーチとするとどういうお気持ちだったんですか？まあ、ピッチャーとしては少しまだあの準備をあのやっていかないと、まだ一軍で投げるにはっていうところだったので、まあ、それほど焦りっていうのはなかったんですよね。ただ、まあ、開幕からいきなり、ね、バッターとして出るだろうなっていうのはもうキャンプのバッティングを見た時に思ってましたので、監督もファイターズも含めて、まあ、大谷選手はまず先にバッターとして出てくるだろうっていうところに入ってるので、あまり驚いてなかったですよ。いや、開幕投手の西武岸投手から4打数2安打1打点、びっくりされましたか？まあ、僕はね、あれはこうなんですか、まあ、モニターであったりとかもそうなんですけど、はい、やっぱりこう打席に入ってる時に大谷選手がね、なんか口ずさみながらね、打席に入ってたんですよ。そう、だから自分のその応援の音楽に合わせてるか何かでこう口ずさみながらこうリズム取りながら打席に入ってたんですよ。高卒1年目ですよね。だから楽しんでるんですよ。うわ、スケールがなんか、そう、めっちゃくちゃその野球その楽しんでるその大谷選手を見た時に、あ、この子はすごいなって思いながら、まあ、ベンチから見てたんですけど、ただピッチャーの時は顔は鬼になってました。僕はその大谷選手はバッターとしてはなんか野球を楽しんでるように見えるんですよ、はい、でもピッチャーやってる時はもう戦う男、あの仕草とか表情とかがもうガラッと変わるので、僕はやっぱりピッチャーが好きですね。大谷選手のピッチャーをやってる時のあの仕草とか表情が好きです。投手の出てる戦う男の大谷翔平選手が、そこちょっと大谷選手の見方としてはね、皆さんこうちょっと見てもらいたいですよね、投手の時と打者の時の顔つきみたいなね。へえ、すごいすごいな。まあ、1年目で、あの1年目っていうのはお互い手探りだと思うんですが、当初は野手も兼ねる二刀流で行く方針、もう栗山さんそういったようなこと言ってたような気がするんですけども、うん、はい、もう基本的には もう2つのポジションでやりますよっていうのはもう球団方針だったんで、はい、ただそのプロ野球の中で、はい、打つことと投げることを一緒に両立させる選手っていうのはあんまりこう前例がないんですよね。ってなった時に、じゃあどういうふうにしてそれをこ うまくバランスを取っていこうかとか、はい、どっちが優先なのかとか、うん、いや、どっちもちゃんとバランスを取らなきゃいけない、はい、で僕ら担当コーチなんで、はい、ピッチャーやってる時は僕はピッチャー見るんですけど、はい、野手をやってる時は僕らの目から離れるわけですよ、はい、ってなった時には、じゃあ野手で何をしてるのかがわからないので、はい、野手の方からの情報もちゃんと共有しなきゃいけないし、でピッチャーからの情報も
ちゃんと報告しなきゃいけないしっていうところのその情報共有っていうのがすごくこう大変でしたよね。はあ、黒木さんみたいにこう投手一筋でやられてた選手からして、うん、はい、そうなんか最初まあそのすごいって言って入られてたと思うんですけど大谷選手も、うん、いやもうピッチャーだけ絶対教えたいみたいなことにはならなかったんですか、打者生きてくれるなみたいな、あ能力に惚れてみたいな、能力に惚れて、そうそう、あのやっぱりバッターをやってる時に怪我をしたりとかして、はい、ピッチャーができなくなるってすごく悲しいことなんですよね。だからそういう気持ちがあったとしても組織としては2つやりますよって言ったらそれに乗らなきゃいけないんですよ。あ、そうか、だからできないんじゃなくてどうやったらできるかっていうところを探さなきゃいけないところをもうみんな考えてましたね当時。すごいね。だから一番頑張って、まあ、大谷選手が一番頑張ったんですけど、うん、でもそこ その情報をこうとかいろんな、知恵を絞ってみんなでこうやり始めて、だいたい3年目ぐらいになんとなくこう形ができ始めたかなっていう感じはしますよね。いろんな大人の人が絡んでるんですね。そうですね、うん、まあ、当初は守備もやる二刀流っていう方針だったんですかね。はい、じゃあもう外野とかもやりながらやっていこうという。はい、まあ、そう守備で言いますと最初はそのピッチャー そのボリュームが少なかったので、はい、だからとりあえずその試合に出るのであれば DH なのか、まあ、守備をしながらバッターとして出ていくっていうのが、まあ、通常やることなので、はい、まあ、そこは全然驚きはなかったんですけど、ただ投げ始めた時に、はい、投げることと打つことと守ることってやり始めたら肩がなかなか休められないよねっていうのがちょっとあったんですよね。でそれをどういうふうにしていこうかっていうことは、まあ、監督とか、まあ、当時、白井さんかな、白井ヘッドコーチがいろんなことを考えて、彼は、ね、何をやってもできるんですよ。取るのもうまいし投げるのもうまいし、もうだから内野手でも多分できるはずなんですよ、はい、だからこそ器用になりすぎるから、はい、あえてどっかでこう制限かけておかないと1年持たなくなるよねっていうところから始まって、もう守備をつかなくなったってなりました。あ、そっからなんですね。1年目は54試合で守備についてるんですけども、はい、その外野守備っていうのはどうでしたか。もう上手いなと結局、1年目ですよね。1年目ですよ。だって誰よりも一番足速いんですから、まず。ああそうか、誰よりも足が速くて、じゃあ誰よりも肩強くて、おのずとね守備範囲と補殺というか、そう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 、だからもうライト守ってたんですけど、はい、大体の選手がライト線にこう打って二塁打になるだろうなと思ったと、大谷選手がポッて取った瞬間にもう大体止まってましたね、はい、ああもう行くないかなと、行ったらもうアウトされるから、じゃあもうシングルヒットで止まって、はい、もうレフトに行った時なんかもとてもじゃないけども無理でしょセカンドに行くそれはすごいな。だからとてつもないんでしょ彼は。だからどこのポジションやっても多分ナンバーワンになってますよ。うわー、どこのポジションやっても、どうやっても、はい、すごいな、とてつもない、いやーすごいですね、とてつもないよね。で、まあ、2年目外野守備についたのが8試合に減ったんですけども、はい、これはまあどういう経緯で起用法が変わっているんですか。うん、まあ、少しずつのピッチャーのボリュームが増えていって、ね、はい、デビューをしてピッチャーとして何試合投げていく、はい、イニング投げていく、はい、で投げ終わった後に打たなきゃいけないとか休ませなきゃいけないっていうのが少しずつこうルールを作り始めていったんですよね、はい、うん、でそうなってくると大谷選手って何がすごいのってなると、やっぱりボール投げることじゃないですか、はい、打つことじゃないですか、はい、守備もすごいんですけど、はい、じゃあそこにちゃんとその一番パワーバランスを取るためには、うん、まあ、外野守備を一回外れて、うん、ボールを投げることと打つことに専念した方がいいじゃないのかなっていうところから始まったの、そこからなんですね。あと2年目3年目あたりもちょっとこう体もなんか大きくなっていかれて、最初なんかすごい細い感じだったんですけど、なんかこうやっぱり起用じゃないですか、なんかこう育成方針としてはチームからはあったりとかしたり、チームからはその、まあ、練習メニューはこうであったりとか、はい、まあ、練習 そのメニューとかっていうのは、まあ、我々がこうちゃんと情報をこう、はい、提供する、はい、それでそれを吸い上げてちゃんと報告していくっていうのをやりましたけど、はい、体を大きくしていくとか強くしていくっていうのは本人なんですよね、はい、考えて、はい、だから一冬超えた時の体つきの変わりようがすごかったですよ大谷選手は、はい、それもすごいんだ、まあ、トレーニング大好きですからね。もう追い込むのが、もう筋トレが大好きで、その筋トレもただねこうムキムキじゃなくて、はい、ちょっと野球にこううまくいかせるようなトレーニングの仕方であったり、あ、使える筋肉といいますか、はい、そういうのを、はい、まあ、2016年は10勝して3割2分2厘22本の大活躍ということで、そしてソフトバンク戦では1番投手大谷選手、初球先頭打者ホームランも打ちました。でまず一番の起用を聞いた時の感想からお伺いしたいんですが、はい、一番で行くぞっていうのはどう思われましたか。
あのスタッフがまずミーティングするじゃないですか、はい、そうするとやっぱ打順出るわけですよ、はい、で一番ポコって言った瞬間に、はい、はあ、栗山監督すげえなと思った。まずさすがにまずはすごいなと思ったんですよ。なんか4番ピッチャー大谷翔平っていうのはなんかイメージ湧くんですけど、はいはいはい、っていうのがちょっとあって、はい、で1番バッターだったらボール当てられたらどうなのかなとか投げれなくなるよなって、僕らはピッチャーの何かあった時に投げないと変われないんだよね。そうですね、うん、でもあの試合はね、僕は読めてたんですよ、まあ、僕は勝手に読んだ派なんですけど、はいはい、あれ中田投手なんですよね、あれ打ったのインコースのカットボールなんですよ、はい、うん、抜けてきたカットボールなんですけど、ま、はい、っすぐでインコースに突っ込むことは多分できないの、なぜなら当てたらヒールになっちゃう、うん、ああなるほど、初回いきなりね、はいはい、でもし変化球が引っかかって、もし万が一当たったとしてもそれはヒールにはならないということを考えると、うん、狙ってんの変化球じゃないかなって僕思ってたんですよ。あーなるほど、そして最初期いきなりスーッと甘いところ来て、それをバチャーンとホームランとか。いやーなるほど、うん、大谷選手のホームランもすごいんですけど、僕の中でやったしてやったりですよね、なんか僕の読み当たってる、勝手な読みがほらーって、ほら見てみろ。でもやっぱそういうそのピッチャーとしての心理だったりとか、はい、野球のその脳だったりとかやっぱたけてるんで、はい、だからそこも含めて多分栗山監督は大丈夫、ここに来ないから来るから打ってくるって感じで起用したんじゃないかなって思って。うわー、そこまで読んでろってことか、 すげー。いやー、あの初球ホームラン見たときに、うん、漫画の世界みたいだなって私も感動したんですけど、うん、いや、そんな漫画の世界って言いますけど、うん、現実ですよ。本当に漫画の世界みたいでした。そうそうそう、だからもう僕らが叶えられなかった夢であったりとか目標とか希望を、ね、全部叶えてくれるような選手。いやすごい、スーパーヒーロー、スーパーヒーローだ、うん、それをプロ野球選手がそう言うって、どういうことだって思いますよ。あのメジャーに行くと決まってから大谷選手とお話しされたことってございましたか？うん、大谷選手ってすごくこう人間性が、はい、あの高いと言いますかね、うん、でやっぱり高校からアメリカに行ってっていうのはもともと最初あったじゃないですか、はい、でも彼は5年間ですねファイターズにいた時に、はい、僕メジャー行きます、行きたいんです、それに向けて練習しますっていう言葉は一言も聞いてこないです。ああ、そうなんですか、はい、まあ、ファイターズに入ったらファイターズの優勝のためにっていうことをずっと前に出てやってましたし、だからそういうその今どこにいるのか、目標はどこかにあったとしても、はい、それをこう外に出すのではなくて、ちゃんと今自分のいるチームはここですよっていうところをあの持ってやってたんで、でもその5年間本当に一緒にやりましたけど、一切僕はメジャーでこうやります、ああやります、ああなりたいっていうのは一切口に出さなかったんですよ。はあ、だからそういうところが大谷選手の凄さだなって僕逆に思うんですよ。いや、そんな今はもう今目の前のことを全力で、はい、で今いるチームのためにファイターズのため、はい、チームのためっていうことをずっとやってましたんで、あの私からのお願いなんですけれども、はい、私もジョニーさんとお呼びしてもいいですか？はい、急に急にどうぞ言ってください。ありがとうございます。はい、僕ジョニーなんで、ジョニーさん、はい、ジョニーなんで、ジョニーさん